平成29年11月9日から、火の用心、言葉を形に、習慣にを標語に、秋の全国火災予防運動が始まりましたが、この日、阿蘇市では、消防団の非常固執訓練が行われました。阿蘇市の消防団非常固執訓練は、11月9日から始まった秋の全国火災予防運動の一環として、毎年早朝に行っているものです。非常固執訓練は午前6時から始まり、消防団員たちは消防車に乗車して指定された場所に集まりました。ここ阿蘇市小里の遊水地公園には、旧阿蘇町の消防団員276人が37台の消防車に乗車して集まり、現地本部に出動人員を報告した後、一斉放水を行いました。そして佐藤市長が出動した消防団員に、今日から防火運動が始まりました、阿蘇市から火災をなくしましょうと訓示しました。秋の全国火災予防運動は毎年この時期に展開されており、今年は火の用心、言葉を形に、習慣にを合言葉に、11月9日から15日までの1週間となっています。阿蘇市の消防団非常固執訓練は、この日は阿蘇地区と一宮地区で実施されましたが、波野地区は11月12日に行われる予定です。